このイチョウがいろんな動物に変わります。見ててください。半分に折りますね。きれいに半分に折ります。そしてこんなね、切ってしまいます。もう落としちゃいましょう。チョキン。そして2回目、そして3回目です。4回目はね、おへそっていうんですけど、ここにねちょっとこう切れ目を入れました。さあ開くとこんな風になりましたよ。これ何になるでしょうね。見ててください。この長い柄をさっきのおへそって開けたところに通しますね。スルスルスルって通すと、ほらどうでしょう、長い尻尾のキツネさんになりましたね。このキツネできましたけどね、表情がないのでにっこり笑った目をつけてみましょう。こんな感じです。はい、笑ってるキツネさん出来上がりました。先ほどのキツネの作り方と同じようなやり方で、こんな、フクロウとかカエルとか、まあ、いろんなものができますよ。周りのね、切り方とか耳の作り方でいろんな動物ができます。